今回紹介するのは、ポラールの M200 というモデルの GPS ウォッチになりますね。ランニングとかフィットネスで使うやつですね。光学式の脈拍系、心拍系なので、胸につけるバンドが必要ないということで、なかなか快適に使っています。で、充電式のタイプなので、こうやってカバーを外してあげて、まあ、USB のコネクタ、ここにあるんで、つないでもらうと、まあ、割と早め、1時間ちょっとあれば、まあ、フル 100% の充電ができるんじゃないかなと思ってます。そして、機能というか、測れるものなんですけど、トレーニングモードと、アクティビティ、これまあ活動量計みたいな感じですね。で、あとはヒストリー、これまあ履歴ですね。で、これちょっと今現在の心拍が知りたいなって言ったら、これをモードで測ることができます。あとセッティング、細かいセッティングですね。で、時計と。で、これちょっと欠点は、いざトレーニングを始めたときに、まあ、ランニングで始めたときに、通常の時刻が見れないと。今何時かなと思って気になったときに、ちょっと見ることができないのが、使いづらいなと思う点ですね。で、あと、アプリ、スマートフォンのアプリと連携しているので、そちらの方でこの細かいセッティングが、また、いろいろできると思います。これもウォーキングのモードで、まあ、ロードサイクリングもやってるので、このモードもありますし、トレッドミルの時もあります。ランニングですね。あと散歩してる時、ウォーキングですね。GPS をこう補足するの、まあ今室内なんで取りにくいんですけど、まあ、GPS の補足されるまでの時間が、まあ、ちょっとガーミンに比べたらかかるかなっていう感じですかね。ちょっと実際に、どれぐらいで GPS を補足できるかちょっとやってみたいと思います。まずはトレーニングで長押しをしてランニングランニング心拍計は早いですね。まだ来ないですね。GPS がね。まだ来ない。そうですね。補足ができないと今みたいなメッセージが出てきます。はい。今補足できました。バイブレーターで知らせてくれます、はい、そして右側のボタンを押していくとモード切り替えになっていてランニングモードで長押しをするとスタートします。まあこうカウントが始まって心拍数と時間が表示されています。プラス、もう一回押すと上の方が、ペースですね、下が AB って書いてあるのが距離になってます。でこれ運動時間になりますね。であんまり必要ない機能なんですけど世界記録ワールドレコードのマラソンのペースと比較することができます。あんまり使ったことないです。それで最後はモードが戻るとこうなってます。終わるときはこっちのボタンですね。左側のボタンで長押しをしてでレコードされるとセーブ。はい、こんな感じです。あとはまあフルマラソンの時だったらまあ5時間以内であれば
まあ、ちゃんと測ってくれるんじゃないかなと思います。まあ、5時間を過ぎてくると、GPS を取らなくなったり、心拍計を表示させなくなったりと、モードがセーブされていってしまうので、そこはちょっとバッテリーが弱いのかなっていうところですね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。